お尻かいてるから大丈夫かなと思ったけど、怒ってた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てみよう。ほい、それじゃあ、おお、怒ってらっしゃる。あ、いっぱいあるやん。怒ってるココちゃんも怒ってる。お、えなっちも怒ってた。お尻かいてるから大丈夫かなと思ったけど、怒ってた。じゃあ、とりあえず、落ち着かせようか。ほい。じゃあ、ハットくん入るよ。なんで腰に手を当ててるんだ、腰に。ふざけんな。ふざけてないよ、誰も。おー、えなっちとか。落ち着いて、落ち着いて。仲直りしてよ。このイライラを沈めてください。ほい、それじゃあ、美味しいものでも食べようか。ぶどう。香り豊かなみずみずしいぶどうです。いただきます。どうぞどうぞ。いいな、気泡食べたいね。結構お腹太るな。まあまあ、まあまあかい。じゃあちょっとエナッチの方に行こうかな。エナッチ入るよ。ハットくんと喧嘩したいんやろ？落ち着いて落ち着いて。ほら、美味しいものを食べようか。フレッチェルなんかで機嫌治るかな？ポテッチ。いやー、ティラミス。あー、ごめんね、落とした。これはもう怒られるわ。なんでその歩き方なの？ほいほい。どう？はあ、まあまあだった。こっちもまあまあだった。お、レベル上がった。え、まあまあなのに好物1位じゃないか。どんだけだよ。ほい、それじゃあ、携帯電話をあげる。道具、携帯電話をプレゼントしました。まあまあで1位って他のはどんだけ美味しくないんだ。ほい、それじゃあ、なっちゃん入るよ。落ち着いてね。あ、でも、あ、落ち着いてないわ。どうしたどうした、ここちゃんと。落ち着こう、なっちゃん。仲直りして。ほらほら、甘いものを食べて。何がいいかな。ポップコーン、マカダミア、マカロン、マフィン。で、マフィンで。フルーツたっぷりやって。私フルーツ焼くのとかあんま好きじゃないけんさ、ドライフルーツも好きじゃないし、こういうのにフルーツを入れんといてほしいよね。あ、やっぱりあまり美味しくなかった。自分の嫌なものを勧めてはいけない。ココちゃんを落ち着かせよう。あ、どうもどうも。手あげてくれた。落ち着いて、ココちゃん。ほら、ココちゃんはきっと、アップルパイで。どうぞ。さあ、どうだ？まあまあだ。ああ、誰も落ち着かなかった。まあ、そんな日もあるさ。きっと誰かが仲裁に入ってくれたり、時間が解決してくれたりするよ。ああ、また物の投げ合いが。大変だなあ。ああ、こっちも物の投げ合いが。賑やかすぎるだろ、このマンション。ゆなちゃんの成長はどうなったかな？お、みんな家におる？ケンくんとリンちゃん、晩ご飯中かな？せつなさんと、さきちゃん。いいね、いいね。チャーリーさんとあきちゃん。もうチャーリーさんがお風呂タイムや。さ、アスムとユニポンちゃんは？子供そっちのけでラブラブじゃないか。ちゃんと子供も見てあげてね。あ、てかすげえ。立って歩いてるよ、もう。すごおお。ちょっと二人とも、ゆなちゃんがこけてるよ。ああ、いいね。やっぱみんなああいう風に、ちゃんと成長過程を、成長過程を見よったらきっと、最後のアルバムの時の感動がね。そして、お、ハトバになんかある。船が4艘やってきました。
あゆなじまじゃねえか。旅人ひなた、ひなたくん、輸入品カラフルサンバイザー。あれか、一緒に持ち歩いてるからそういうことってあるの？同じ島からですけど、ほら、え、結局これは、結局これはこの子たちは旅立っていかなかった、あゆな島にとどまりましたっていうのと変わらなくね。ね、あきち何かに驚いている。ほら、こないだ来てた子たちだよ。入るよ入るよ。あ、こんばんは。どうしたの、前戻ってきたの？ごめんなさい。いえいえ、全然大丈夫よ。いいですか？うんうん、止めてあげるよ。ありがとうです。何か理由があって旅立てなかったのね。今日はここで一泊させてもらいます。ほいほい。僕は今までに2つの島を旅してきました。ふんふん。僕の生まれた島の管理人さんから預かった伝言は、勇気をよろしくお願いしますとなってます。ええ、めちゃくちゃよろしくするよ。どうもどうも。鼻水が垂れてくるんだ。花粉症になっちゃったのかな。いや、きっと風邪の方だね、それは。ってことだから、風邪薬、風邪薬。ほい。ま、花粉症も一年中あるっていうのは聞くけどさ。どう？多分風邪でしょ。有効成分が風邪の諸症状に効きました。すごく辛くて不安だったけど、おかげで元気になりました。いえいえ、よかったよ。本当にありがとう。お、レベルアップ。親切にしてくれてありがとうです。いえいえ。お父さんとお母さんに教えなきゃ。管理人さん、ちょっとお願いがあるんですけど。なになに？どこかの郷土料理を持ってるんだ。どこかの郷土料理。いいよいいよ。ほい、交換する。これでしばらくは旅費の心配しなくていいんだ。特産品、どこかの郷土料理をもらいました。なんかあれ、周りにめっちゃフルーツが。ネムさんと写真を撮ったよ。おー、ネムちゃん。お父さんとお母さんに手紙を送る。いいねいいね。この写真、夕日が綺麗だわ。いいよいいよ。てかこれさ、私からのお手紙2通目になるんじゃない？お父さんとお母さん、きっと喜ぶぞ。旅の途中で病気になるのが一番怖いことかな。あー、それはちょっとね、怖いかもね。なんかそこそこに病院があるかどうかもわからんし。明日の船が早いから、もう寝ようかと思ってるんですが。うんうん。おやすみなさい。おやすみなさい。しっかり寝るんだよ。ほい。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。女の子のいる前でおならをするんじゃないよ。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。お、また何かを残していってくれている。おお、3人分。あゆな島の管理人さんへ。泊めてもらって嬉しかった。管理人さんと会えてよかった。あゆな島最高。また来るね、リュウキより。おー、ぜひぜひ。お、お宝、銀貨が入っていました。みんな銀貨めっちゃ置いてってくれるやん。そして、あゆな島の管理人さんへ。ゆうべおかげさまで心から安心して眠れました。お礼の品を置いておきます。もらってくださいね、はるかより。おー、ありがとう。お宝、ポケットティッシュが入っていました。この子はポケットティッシュ。まあ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 。あゆな島の管理人さんへ。お世話になりました。私のことを覚えててほしいからプレゼントしちゃいます。ゆゆより。お宝、銀貨が入っていました。ありがとう。あれ、旅人って4人おらんかったっけ？ともやくん入るよ。どうもどうも。そっちの世界の天気はどうなんでしょう？こっちの世界。結構晴れとったよ。うん。ことはと友達になりたいです。お、ことはちゃん、いいやんいいやん、紹介するよ。どんな感じで話柄が良くなれそうですか？ね、じゃあ、相手を褒めよう。アドバイスありがとうございます。
ほいほい。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。この部屋ってどうなんやろ？ていうかさ、このマンション、みんな部屋個性的すぎん？ガチャって訪ねていってさ、こんな冷気の溢れた部屋びっくりするんやけど、絶対入っていけんわ。お、うまくいきました。でも気はあったんやね。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれもあげます。ん、なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。ゆうくん入るよ。ん、あくびしようとしとったんかな。俺が言うな。知ってる。新しい帽子が欲しいです。おお、新しい帽子。これってみんな斜め向きに被るんかな。人によって被り方が違うとかある？ね、新しい帽子。どれがいい？あ、あれはレザーのキャップ。革素材のしっかりしたキャップ。お手入れが大変らしいけど。頑張って。どう？結構気に入ったようです。よかったよかった。私的には前の方が好きかもしれんけど。旅人が笑ってこの島を出ていくと、こっちまで嬉しくなります。あ、それすごい思う。ね。みんなすごい楽しそうに旅立っていくもん。ほい、それじゃあ、鮎の塩焼き。ほい、どうぞ。いただきます。ほいほい。サクサクサクっと食べるね。結構美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？いいね、遊ぼう遊ぼう。お、トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。じゃあ、こっちだな。イェーイ。そんなあからさまに喜んじゃダメだよ。あ、こいつジョーカーの方引くのみたいな。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番大きいやつ。お宝、鍵盤ハーモニカをもらいました。ありがとう。てか、なんかこれ、点滅してない？ん？誰かいる。ふわりちゃん、入るよ。あれ、ふわりちゃん挨拶したっけ？いつの間に？あ、お邪魔してます。どうもどうも。勝手にテント張って、すみません。いいえ、大丈夫よ。いいでしょうか？うんうん、全然いいよいいよ。止める止める。ありがとうございます。ゆっくりしてってね。私、ふわりです。今日はここに一泊させてもらいます。うんうん。私は今までに4つの島を旅してきました。4つ。私が生まれた島の管理人さんから預かった伝言は、よろピクピク。よろピクピク。やってます。この子も前おったよね。よろしくお願いします。そっか、鮎の島から来たんやもんね。私、汗臭いでしょ。女の子なのに。そんなことはないよ。まあでもお風呂セットを渡してあげよう。なんか他に汗臭さが飛びそうなものとかないよね、別に。あ、こんだけしか渡せんのか。じゃあお風呂セットを。ほい。私、やっとお風呂に入れるんだ。やっと。いいね、いいね。星が綺麗だわ。これはなんかテントを張っとる空き地の横にこういう場所があるってことか。え、でも女の子やったら外で入るの抵抗ない？いや、まだね、なんか旅館とかの露天風呂ならいいんやけどさ。あ、よかったよかったよかった、よかったけど。お、癒され度がレベル上がったよ。癒され度がレベル上がった？喜んでくれます。いえいえ。管理人さん、実はちょっとお願いがあるんですけど。なになに？霧団子も持ってるんです。おー、いいね、鬼退治。交換してくれたら嬉しいな。ゲームコイン2枚。いいよ。ほい。預かります。
だいぶ少なくなってきたけど。私も心細くなってきたよ。特産品、きびだんごをもらいました。ありがとう。きびだんごめっちゃ美味しいよね。私超好きなんよ。愛人さんと写真を撮ったの。お、愛人。お父さんとお母さんに手紙を送るとき。は、その格好なのね。この写真、一緒に送ってもいいかしら。個性的な友達ができたねって言われるよ。いいよ、いいよ。本当ですか？お父さんとお母さん、きっと喜ぶな。喜ぶかな。この島の管理人さんと話せば、どんな人が住んでいるのかわかります。マジで私と話してこの島の住人の傾向とかわかったかな？明日の船の時間が早いので、そろそろ寝ようかと思うんです。うんうん。しっかり寝といてね。おやすみなさい。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。は、そういう考え方か。ごめんね、女子力がなくって。ほい、ということで、お、ニュース速報。なんだなんだ？ほいほい。輸入品が入荷されました。お、秋のワンピース。どんなの？おー、いいね、いいね。ぜひ買いに行かねば。ありがとう。ほい、それじゃあ早速まじ、お、次は何？お、ユナか？ユナくんか？おお。立派になったね。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。ほいほい。どちらがこの子のためになるでしょうか。それはね、もうこのマンション一人暮らしをする場所はないので、旅に出させよう。旅に出すとこの島からはいなくなります。よろしいですか。ほい。そうですよね。それがいいと思っていました。うんうん。可愛い子には旅をさせよう。旅に出て気分を磨こうと思います。行ってらっしゃい。旅に出る前に何か整えた方がいいでしょうか。うん。整えるって言った、あ、そっかそっか。そのままでいいよ。初めて出会った人に何か伝えたい言葉がありますか。何か伝えたい言葉。じゃあ、ゆ。ゆなをよろしくお願いします。ほい、決定。ちげえ。決定。はい、わかりました。誰かに出会ったら、忘れずに伝えます。うん、ちゃんと伝えといてね。では、お、旅立ちの格好に。なぜみんなその格好なんだ？ゆなは、立派に旅立っていきました。おー、ちゃんと旅立っていったかい。なになに？あ、なるほどね。アルバムね。お、空き地に。そういえば前回旅人来とったもんね。あゆな島の管理人さんへ、泊めてもらえて嬉しかった。あゆな島に来て本当に良かったです。絶対また来ますからね、ふわりより。ぜひぜひ。お宝、銀貨が入っていました。あれかな、銀貨とかそういうのしかないんかな。ほい、それじゃあ、そうそう、輸入品入ったって言ったよね。ようこそいらっしゃいませ。秋のワンピース。いいね、いいね。これ買おう。お買い上げ、ありがとうございます。ほいほい。またのお越しをお待ちしております。じゃあまたこれもそのうち、誰かにあげようね。ほい、それじゃあ、喧嘩してるー。アイパミュちゃん。アイパミュちゃん入るよ。なんかいい、見よう。今の身長差が可愛かった。ももちゃんか、相手は。私、珍しく怒ってます。落ち着こう。一旦落ち着こう。ちょっとほら、美味しいもんでも食べてさ。ソフトクリームで。ほい。いただきます。ほいほい。どうよ、どうよ。すごく美味しかったようです。気分が落ち着きました。ふんふん。仲直りしてこようと思います。行ってらっしゃい。ちゃんと仲直りしてくるんだよ。どうよ。ももちゃんも落ち着いてね。この間はごめんなさい。許しません。
うわー、許してあげてよ。何が原因なんだ。うまくいきませんでした。いや、私がそれじゃあ、ももちゃんの方に話をしてくるから。ね。ちょっと待ってて。あ、いた。ん？でも、ももちゃんはもう普通なんだな。ももちゃんがもう、なんかすごい考え込んどるけど。まあ、時間が解決ということか。ももちゃん入るよ。そうだよ。さっき喧嘩も止めに入ったんだよ。何か面白いことないですかね。アイパムちゃんを許してあげて。ちょっと機嫌を取っとこ。ね。それじゃあ、ちょっとブランコでもして。ちょっと天井からぶら下げてみます。さあ、私が押してあげるよ。ドン。ドン。あ、いいね、なんか。あ、この部屋いいね、夕焼けが超見えるやん。思いっきり行っちゃって。へいへい。あ、でも私こんなに開放的な部屋絶対なんか逆に落ち着かんわ。シャーってカーテン閉めたくなる。どうよ。おー、ありがとね。よかったよかった、楽しかった。そのままの気分でちょっとね、アイパムちゃんと仲直りしてきたっていいんだよ。ほい、それじゃあクーちゃん入るよ。誰かと電話中？こんばんは。おお、最近ちょっとレイちゃん意欲的に動きよるよね。いいんじゃない、いいんじゃない。いってらっしゃい。ウッキウキやね。どんどん友達が増えていって気分がいいんやね。嬉しそう。でもこんな格好した子が訪ねてきたらびっくりせん？おお、気があった。うまくいきました。それはよかった。仲良くしてね、二人とも。これ、人でもあげます。なになに？実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。てっちゃんって、似顔絵に描きやすそうな顔ですよね。まあ、確かにそうかもしれんけど。今度みんなの描いた似顔絵とかも見てみたいね。そんなのあればいいのに。ほい、それじゃあ、ちくわでも。なんかちょっと似合うことない？猫の格好をしてちくわ。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。何がいいかな。シャボン玉。ほい。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。おー、いいね。遊ぼう、遊ぼう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。スタート。私は、じゃあ、先行で行くよ。ほい。ともやくん。てっちゃんです。おー、てっちゃん。さっき話題に出たよね。これと。お、しんくん。お、今回人が多いんかな。クレープか。ほいほい。さくらんぼ。しんです。おー、しんくん、しんくん出たよ。ほらー。あとまだバラバラやもんね。お。覚えてたか。あー。
った。強いよ。うん。くーちゃん強いよ。これ。あー、これすべて取ってくんじゃない？え、やばいやばいやばい。これかな？これか。あー、ほら。これかな？これ。それあえて外してくれたでしょう。あえて外してくれたでしょう。だって絶対全部いけたじゃん。ほら。負けた。完璧やもん、くーちゃん。こっちに木まで使ってくれる。いえいえ。ありがとう、こちらこそよ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。便器にチューリップ。どういう状態？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、鳩場に。船が2艘やってきました。また稲島からじゃないか。カラフルサンバイザー。あ、今回は旅人はなしかな。お、ゆえちゃんバイバイ。あ、みんなが旅立っていく。ん、この二人はニュー？ニューじゃないよね。うん、全然ニューじゃないや。こんばんは。いや、全然。もうずっといてくれてもいいけどね、別に。お、そして。こんばんは。いやー、旅立っていくのね。うん、元気でね、ゆなくん。ユニポンちゃんそっくりやね。頑張るね、二人とも。ちょっと入るよ。同じタイミングで起き上がった。お久しぶりです。どうしても使えないことがあるので、僕が送ってほしい。その手紙も受け取りました。誰やろ、今回は。わからないのですが、行った方がいいでしょうか。うん、ぜひぜひ行こう、それは。確かに気になりますもんね。ね。誰だ？お、レンタヌキさん？自分で自分のことを言うか。でもこれさ、もし本人に変装バレとったらめちゃくちゃ恥ずかしくない？何自分のこと言ってんだとしか。レンタヌキさんだよ。この漫画の世界とか、そういうのでの変装ってめちゃくちゃわかりやすいと思うんやけど、なぜわからないの？家電のカタログか。でもね、スマホのカタログとかは見よっても、あ、これデザインかわいいとか思って好きかもしれん。お、ももちゃん入るよ。めっちゃお邪魔やけど。こんばんは。こんばんは。iPad の直しなんです。お、よかったよかった、寄ってきてくれて。仲直りしてね。そっか、ずっと病んでたのか、アイパミちゃん。もういいよ、大丈夫だよ。やっぱり、こっちこそごめんなさい。仲直りしませんか？お、お、お。はい。はぁ、この嬉しそうな顔。よかった、よかった。なんかあれかな、ずっと仲直りせんまんまとかはないんかな。お、うまくいきました。ありがとうございます。恋人同士とか夫婦とかやったら離婚とか別れるとかあるやん。絶好みたいなのないんかな。お礼にこれもあげます。あってほしくないけど。お、実用品扇風機をもらいました。ありがとう。夜市開催中。もうこれが楽しみで楽しみで。もちろん買うよ。いらっしゃい。ああいうのって寂しいよね、通り過ぎられるの。この道20年。何歳ですか、アイパミちゃん。ちゃんじゃないね、アイパミさんやね。
ほい、一つ目の中身は食べ物、ぶどうが入っていました。なんかこの間も入っとったな。二つ目の中身はお、服、スーツが入っていました。やったね。新しい色や。三つ目の中身はお宝、ルビーのペンダントが入っていました。いいね。これは当たりじゃないの。おーって言われたし。はい、じゃあしりとり大会見てこっか。食べ物しりとり。久々に、お、食べ物。おー。ゆ、ユッケ。ゆで卵。そっちか。ご。ご？ごや。あー、ご飯しか思いつかんかった。焼きそば。バナナ。バナナの皮。皮かい。そこ食べ物じゃなくね。ね。あ。ん、がついてるの。おー、ハットくんの勝利だ。あれ何？なんか周りにおった人たちもがっかりしたりとか喜んだりしよったけど、チーム戦？翔くん入るよ。どしたどした、首かしげて。ふん。何？何ふてくされてるの？ん？結構満腹みたいやけど。何を食べたの？お子様ランチじゃないか。かわいいね。ふんとか言いながらかわいいじゃないか。意外やね。好きなんかな。まあ、美味しいもの揃っとるもんね。本当に言いたいことほどうまく言葉にできないんです。はあ、なんかちょっと詩的な表現。まあ、でもわかるよ。素直に言えんもんね、そういうのって。ほい、それじゃあ。それじゃあ、フライパンあった。意外と美味しいものを作ってくれたりとかせんかな。美味しく作ってみせましょう。ほいほい、お願い。隠し味に気づくかな？みんな何を隠し味に入れてるの？なんかちょっと怖いよね。やめられない美味しさだね。おー、そんなに期待するよ。どう？お、シェフのおすすめホットケーキ、普通にいいじゃん。普通にいいじゃん、翔くん。お粗末様でした。ありがとう。いいな、いいな。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。なんかアスムがめっちゃ呼び寄るけど。めっちゃ呼び寄るけど虫。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。お、ハートマークがえ、めっちゃおるんやけど。どうしたどうした、みんな恋する季節ですか？シッシーさん入るよ入るよ。いやー、テンション上がるね。切ない、切ない。どうした、誰ですか相手は？実は僕、メイコもモモも好きなんです。ほう、どっちに告白すればいいでしょうか？ももちゃんって彼氏おったよね。れいこちゃんで。どんな感じで告白したらいいですか？ね。じゃあここはロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？告白する場所は、じゃあ、屋上で。その前に、着替えた方がいいですかね。あ、普通の格好があるなら普通の格好の方がいいかな。あ、いろいろあるね。タンクトップ。はぁ、どうだろうな。今の格好の方がいいんかな。インパクトはあるけど。ポロシャツで行こう。そして帽子を外して。もうちょっとでポロシャツにあんな帽子っていうちょっと変態な格好するとこやったわ。それでは勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい、頑張ってね、応援するよ。さあ、どうだどうだ。あ、そっか、レイコちゃんって前海賊の格好しとったね。海賊の格好の方が好きなんかもしれん。導かれましょう。さあ、導かれましょうって言われてもね。
ごめんなさい。おーおーおお。シッシーさん。まあまあまあ、あれはロマンチックだったのか、わからないけれど、残念な結果に終わりました。うわ、めっちゃ落ち込んだ。すられちゃいました。ねえ、そういうこともあるって。ああ元気を出して。ね、それじゃあ。ほら、クレープでも食べて。いただきます。ほいほい。どうよ。お、まあまあ美味しかった。まあまあか。まあまあか。まあほら、元気出してね。さあ、シュリカちゃん入るよ。みんなの恋路を見守ります。切ない。切ない。お相手は。シュリカ、でも、たっちゃんも好きなんです。ふんふんふん。どっちに告白すればいいでしょうか。ケン君彼女おったと思うけんさ。たっちゃんで。どんな感じで告白したらいいですか。じゃあ、可愛くだな。告白する場所はどこがいいでしょうか。告白する場所は、公園で。その前に着替えた方がいいですかね。着替え、あ、そうやね、着替えよう、着替えよう。小花柄のキャミワンピで。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。いやー、ドキドキするね。今回一組もできんかったらどうしよう。で、こんなにハートあるのに。せーの。L、O、V、E、たっちゃん。せーのって自分で言うあたりね。こちらこそ、よろしくお願いします。おー、よかったー。あの告白で振られたらめちゃくちゃ恥ずかしいよね。よかったよかった。これでまた私の島に新たなカップルがうまくいきました。やったね、レベルアップ。よーし、じゃあプレゼントで何がよろしいかな。テニスラケット、テニス似合いそう。道具テニスラケットをプレゼントしました。なになに。お、実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、そしてあやかちゃん入るよ入るよ。さあ、ちょっとだけそっとしておいてください。そっとしておきません。今私はめちゃくちゃみんなに構いまくってるから。おお、キング、それはダメだよ、ココちゃんがいるんだ。どうして反対するんですか。ココちゃんというね、彼女がいるからダメなんだ。そうそう、もうあの二人ずっと仲良しやけんね。まだ結婚せんのかなって思いよる。まだまだ、他に男の子はいるさ。大丈夫、大丈夫。ほら。それじゃあ。いや、食べ物かな。ほら、ホットケーキでも。これ最後の一個だわ。いただきます。どうぞどうぞ。さあ、どうよ。お、すごく美味しかった。よかったよかった。まあ、大丈夫よ、ほら。もう落ち込み度そんなに高くないしね。お、友達マーク。あやちゃん入るよ。どうした？静かに三角座りとかして。こんばんは。こんばんは。ゆうやに恋人がいたら、と思うのですが。おう、紹介してあげる？見つけるのはどう思いますか？みゆちゃんね、いいんじゃない、いいんじゃない。それでは、二人も合わせてみます。ほいほい。まあね、今くっつかんくっても友達にはなるやろうしね。でもこの時点であんまり話が弾んでない。あ、でもね、初めましてとかやったら、うわ、全然喋ってない。こんな遊園地地獄なんやけど、話そうよ。会話がないよ、会話が。あれだね、ずっと会話ないね。
これは友達にもならないパターンか。もう会ってすぐに、あーうーんないかなってなったんかもしれんね。こちらこそありがとう。ほら、相性があまりよろしくなかったかな。まずは友達から始めるようです。あ、でも友達にはなろうと思ったんや。じゃあまず一歩は踏み出せたわけやね。はい、それじゃあ道具で何がいいかな。ノートパソコン、ほい。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。こんなに本に囲まれながらもパソコンを。まあ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 、夢はでっかく。夢見て損はないけんね、別に。ほい、じゃあミーニュース見てこう。お願いします。恐ろしいニュースです。あ、漬物監禁事件来たよ。キュウリは、キュウリや人参は監禁されていないけどね。でもこれ共にやけんさ、キュウリは救われたんよね。でもこれって人が食べる漬物が仕事なの？仕事とはいえ、あ、このニュースを伝えるのがっていう方かな。ありがとう。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。